ギャスマイナス -2330 ティーグルは、ロシアの自動車メーカーギャスが製造し、ロシア連邦軍で2006年から運用されている、非装甲あるいは、軽装甲の全地形対応軍用車両である。また、民間向けにも四輪駆動の SUV として販売されている。初期の試作車には、ギャスマイナス -2975 の形式名が付けられていた。ティーグルは、英語のタイガー。 日本語の虎に相当する語である。このため本社をギャス -2330 タイガーなどと表現する例も見られる。ティークルはアラブ首長国連邦の要求に基づいて1999年頃から開発が始められ、2000年に開発された最初の試作車がギャス -2975 として2001年の アブダビ国際防衛展示会 IDEX2001 で公開された。その後ギャス -2975 は UAE でテストされ良好な成績を収めたが、結局量産契約は結ばれなかった。その後ギャスはギャス -2975 を改良し、ギャス -2330 として2002年から2003年頃に試作車を製造、ギャス三百三十は、 ロシア連邦軍によるテストで良い成績を収め、2004年から2005年にかけて最初の量産車96両が製造された。2006年末にロシア連邦軍がギャス -2330 の配備を開始し、2007年より本格的な量産が始まった。組み立てライン上の車内ティーグルの車体サイズはアメリカ軍で使用されているハンビーとほぼ同等で、 1> 約1.5トンの積載容量を持つ。用途に応じた複数のボディスタイルが用意され、様々な作戦に使用可能である。こういったことから本社を、ロシア版ハンビーなどと表現する例も見られる。エンジンは、アメリカ合衆国のカミンズ製、ターボディーゼル、あるいは自社製ギャスマイナス562ターボディーゼルを搭載する。改良型のギャスマイナス2331。23 ティーグル M シリーズの車種には、ヤムズ -534 ディーゼルエンジンが搭載されている。武装として銃座に、PKP ペチェネグ 7.62mm 機関銃や、AGS-1730mm グレネードランチャーを搭載できるほか、一部のモデルでは、ルーフ上に RWS を搭載可能。ティーグルには、多数のバリエーションが存在する。 ギャス -233114 の派生型と見られ2012年以降の展示会に出展されている。ルーフ上にはギャス -233014 やギャス -233115 のような円形のリングマウントを備えたハッチではなくギャス -233036 のような角型ハッチが装備されている。ギャス -2975 ギャス -2330 の車体コンポーネントを流用して開発された派生車種も開発されている。ティークル運用国ウィキメディアコモンズにはギャス -2330 ティーグルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。